久保さん、中本さん亡くなられたんですね。しかも事故っていうことで。久保ニュースで知ったんですけど、知らなかったな。今回ね、加藤茶さんにしましょうか。加藤茶さん、まだ生きてると思うんですけど、加藤茶さんがね、今、リタイアしたら長いでしょと。まあ、100年時代みたいに言われてるわけですからね。で、何もしないより恋するか目標を持って生きた方がいいよということを加藤茶さん言ってるんですけど、まあ、加藤茶さんご存知の方はあれかもしれないですけど、10歳ぐらい年下、10歳、20歳か、めちゃめちゃ奥さん若いんですよね。で、結婚しても10年間、十何年経つのかな。なんか結婚した当時は、なんかめちゃくちゃなんかね、昔徹子の部屋に加藤茶の奥さんがなんか出てて、結婚当時のことをすげえなんか言ってたんですけど、確か。なんか昔すげえ言われたと。要はなんか遺産目的じゃないのかとか、なんかまあすげえ言われたけど、さすがにもう十何年寄り添ってるし、なんかそれが定着したみたいな、なんか言ってましたけど。うん。だからまあすごいですよね。今、何歳、加藤茶さんと、ね、まあ久保さんもね、年の差すごいある、年の差すげえあると思うんですけど、加藤茶さん、加藤茶、これ何歳ですかね。そう。もう 10年ぐらい、年の差、45歳。あ、45歳年の差。45歳年下。すごいっすね。45歳年下すげえな、やっぱ。45歳年下ってやばないですか？今、これいつの、あれだ？すごくないですかこれ。今、加藤茶さん79歳か？奥さん30代。すごくないですか？あ、これ今年のインタビューですね。6月。結婚から11年。45歳。いや、これすごくないですか？ 45 年下ってすげえな。久保さんもね、20代のね、こうゲットしたわけなんですけど、これはすごいな。45年の差があるんですよ。まあ、奇跡ですよね。まあ、ぶっちゃけ言うと。だって45年の差ですよ。えぐいな、これ。はい。生きるレジェンドですね。いってらっしゃい。